はい、本間敏彦ライディングチャンネルやっていきたいと思います。今日は土曜日ですけど、ドラム缶を運んでおります。ね、書き込みにもあったんですが、脱力くんのね、取扱説明をしなきゃいけないなっていう、まあ、ポイントも含めてね、説明していかなきゃいけないなって思ってもいたんで、まあ、今回その説明をしていきたいと思うんですけど、まあ、簡単、一番ね、ちょっと重要なところは、どの筋肉を使うかっていうところなんですよ。で、まあ、こうやって棒持ってこうやって動かすんだけど、止めてたらね、止めて、あれを動かせなかったら、結構誰でもできるんですよ。だけど、動かすことによって、みんな、うわ、これってできないかもって思っちゃう、まあ、ほとんど腕立て伏せに近いような状況の形を作ってやると、多分ね、やれない人もいるんじゃないのかな。結構フリーな感じで動かせるのは。それはね、なんでかっていうと、上半身を支えながらフリーにさせるポイントは、これ腕をこうやって押さえるわけじゃない、こうやってグッて下にね、体の体重を支えるわけじゃん。この下の筋肉、ここの下の筋肉をみんな使っちゃうんだって。だと人間っていうのはこの脇を締めてこうやってグッて、わかる、脇を締めてグッとやると、結構なんていうの、簡単じゃないんだけど、そうやって上半身を支えるのが本能なわけね。だとね、これって脇締めるとロックじゃん。手をロックすることじゃんね。ロックすることによって、体、胴体にグッてロックすることによって、楽になるんだけど、要するに脇締めてこうやって押すとき脇締めた方がね、力が入りやすいっていうのは、やっぱりこの下の筋肉っていうのが結構人間って普通で使ってるから、結構大きいんですよ。だけど、フリーにさせるには、ここの筋肉、上の筋肉を使わなきゃいけないんですよ、実は。ここの筋肉。だけどみんなここの筋肉って鍛えてないから、できない人が多分多いと思う。ここが上がらなきゃ、トレーニング器具だからね。ある意味のね。ここの筋肉を鍛えることによって、ここの筋肉で、体の体重を支えることによって、フリーになってくるわけよ。で、その感覚っていうのを、まあ、言葉でね、説明するより、脱力訓を使ってね、やったらもう意図も簡単にわかる。だから結構いい発明だと思う。だから、59,800円って言ったんだよ、情報量が。これは結構いい発明だなと思ったわけよ。うん、で、まあ、それをね、まあ、バイク乗ってるライダーっていうのはみんな、金持ってるやつ少ないから、まあ中にはいるけど、一生懸命金作ってやってる、ライダー多いからね、僕は極力金使わないようにね、そういう気持ちを込めて、いろいろ発信してんのにもかかわらずだよ、あなたたちのために。そういう金がないくて困って一生懸命やってるやつほど、バカみたいなこと書き込んでくるんだからさ、もう頼むよ、本当に。で、話は脱線したんだけど、まあ、そこでね、ここの筋肉を使うっていうのが、ポイントなわけよ。で、ここの筋肉って日頃使ってないから、鍛えてないから、やれない、むちゃ辛いと思う、多分。で、結局、下の筋肉を使って持つようになっちゃって、要するに腕をロックする。っていうライディングになってっちゃう。だとバイクも曲がらないし、バイクも止まらないし、バイクも寝ないんですよ。バイクが寝なくなる、腕に力入れると。バイクが浅くなって、どうも寝かせられないっていう形になってっちゃうのね。で、やっぱりこのなんで腕に力が入るとバイクが寝なくなるかっていうと、やっぱりハンドルを操作する、固めちゃうから。やっぱりバンクできなくなっちゃうんだよね。で、そういう、まあ、デメリットってすごいいっぱいあるんだけど、で、このトップライダーってね、みんな、やれちゃってるんだよ、これ。なんか、
なんていうの、自然に学ん、なんていうの、勝手に学んでて、走ると、ここの上の筋肉を使ってフリーにさせるっていうのは、もうその、なんていうの、感覚で覚えちゃってる。でもこういうふうに説明できるライダーは、の世界で少ないんだよ。こういうことを世界で、説明できるね。ハンドリングっていうこともそうだし、ライディングっていうこともそうだし、こうやってね、言葉にして、ああ、なるほどって伝わることに、感覚を言葉に変えるっていうのは、むちゃくちゃ、まあそう、僕は才能あるんだけど、ね、なかなかいないんだから。また自画自賛してるけど。でね、心筋肉を使うっていうことが、腕の脱力になってくるんだけど、ここはみんなあんま持ってないんだよ。うん、で、僕も、まあ日頃使わないから、あれなんだけど、まあ、500乗ってる時にだいぶ鍛えたからね、少しは残ってんだけど、まあ、そこの筋肉を使ってフリーにさせるっていうのを意識して、ここで、そこでだよ。で、また脱力くんのいいところが、一本ハンドルじゃんね。ね、一本ハンドルだから、脇が開くわけよ。わかる？脇開くでしょ？だと、ここが使いやすいの。だから逆を言えば、一本ハンドルでこうやって やればやるほどみんなはやりにくいと思う。ここの筋肉がないから。だからあれ一石二鳥だなと思ったら、それを全てに対してね、あこれいいわと思って、とりあえずね、脱力くんを発表したんだけど、本当に特許料が欲しいぐらいだよ。特許料が本当に何が特許かって言われたら取れないけどさ、本当にまあそういうところで、ここの筋肉を、鍛えるために、脱力を使ってトレーニングすると。で、要するに、ほとんどのライダーが、まあ、ここの筋肉がないがために、コーナーリング中、この特にブレーキングしながらインへピッて入っていくとこかな。ブレーキングしながらビューって入っていくところの、腕の脱力ができてないっていうことなんだよね。だから要するに、そこができてないのに、タイムって言ったって、もう基本的なとこができてないからダメでしょっていうね、目線もそうだし、その、この腕の脱力もそう。あと、外足体重に、を踏ん張るっていうのもそうなんだけど、その三つっていうのがきちっと理解できてでしょ？できて、その自分のものを、ある程度自分がね、この使い方を理解して、からのサーキット練習になってくんだから、その、とりあえずね、最初サーキット走り始めた時っていうのは、サーキットの速度になれたり、まあ、コーナーの R になれたり、いろんなことを覚えることによってタイム上がってくんだけど、とりあえず一通り覚えたと、サーキットはブレーキングポイントも大体この辺だろうと、ここら辺のコーナーがこうやって回ってくんだろうと、そういうのある程度覚えたら、そのぐらいのレベルまで来たら、今度は改めてね、その目線であったり、脱力であって、腕の脱力であったり、外足の踏み方であったり、ね、まあ、要するに腰の入れ方だよね。で、そういうところを改めてもう一度チェックしていくことによって、また一段上がっていくっていうのが、その、プロセスっていうか段階になるじゃん。だからそれをね、その、昔から気合でやってた人は、今日タイムなんで悪かったの？なんか気合が入らなかったかなとか、今日なんでタイム良かったの？ちょっと気合入ったからとか、それで済ましてやってたら、ね、ある程度のことで止まったままだわ、それはね。それじゃいけないから、こういうところの、まあなんていうのかな、技術を、文章に変えて、やっぱ勉強していくっていうのが、猿と人間の違いだからね。まあ、そこを、僕は、まあ、なんていうの、言葉に変えていったんだけどさ。で、まあ、ここを使ってね、上の、ここの筋肉を使って、ちょっとね、上のちょっと外側だわ。腕のね、上腕のちょっと外側の筋肉を使って体を支える感覚なんだね。で、それをやるには、脇が開いてると、こうやって脇閉まってたらダメだ。脇開いてると、やりやすいわけよ。フリーになりやすい。そ、ここの筋肉使いやすいわけ。だから、一文字だといいってね、前言ったよね。ちょっと前に話したんだけど、
ね。で、ということはだよ。ということは、ハンドルを絞りたいライダーっていうのは、腕の脱力ができてないってことなんだよ。だから、ピット行って、ハンドルの幅見りゃ、大体、狭いのが好きだっていうライダーいるでしょ？分かってないんだって。腕の脱力が。狭いと使えないから、それ。ある程度の広さね。まあ、一文字まで言っちゃうと乗りにくいんだけど、手が届く範囲の一番広いところが、やっぱり腕の脱力がしやすいわけよ。ね。だからハンドルっていうのは、ある程度広がってなきゃダメ。こういう話なんかできるライダーってか、いないでしょ？こんな奥深いことを。ね。そういう、まあ、技術的なところをね、実際タダじゃんみんな。僕だってこんなんさ、一動画もらえても5000円とかさ、そんなもんだわ。ありがたいけどね。で、それでね、発信してるっていう僕の気持ちもちょっと分かって書き込んでほしいんだけどさ、バカにするようなね、小バカにするようなことが多いけど、まあそういうことで、ちょっと取扱説明書っていうのは、やっぱここの筋肉を使って支えることによってフリーになる。で、みんなここ持ってないから、多分使えないんじゃないかな。だから、ちょっと使い方がわかんない。やっぱここの、こっち側の筋肉使ってグッてロックしてやると楽だしね。まあ、その辺をちょっと意識して、まあ、腕立て伏せをね、1日10回やったらさ、じゃあ次の日何が変わるかって何も変わらないけど、腕立て伏せを10回を1年間毎日やったら、やっぱりその1日2日じゃ追いつけないものが作れるわけじゃないですか。そういうことを僕はしてきたんで、まあ、そういうね細かなところに目を向けてちょっとやってみてください。以上です。